F ・マリノスは、ね、非常にこう波に乗っている中での、まあ、最終戦ということになりましたから、まあ、大きな勝ちあの点差がついた試合にはなりましたけどね、気を見せたくないという思いを持ってですね、はい、強く言ったんだと思いますけど、まあ、うん、そのぐらいの思いを持たないとなかなか勝てる相手ではないでしょうね。左にエンドを取りました。トリコロールブルーが横浜 F ・マリノス、まあ、ハーフコートでゲームを進めたいという考えを持っている両チームですからね、はい、その時間をどっちが長く作れるかですね。小池が前に送ったボール、このスペースからクロスボールが入るか。松田シュートへ、ゴールゴールインです。マルコス・ジュニオール先制点。マルコス・ジュニオールは今シーズンこれが9ゴール目、2試合連続弾ということになりました。ていたんで、まあ、力むことなくですね、逆サイドにコースを狙ったシュートでしたね。ハイラインの裏をついてくる F ・マリノス、いや失礼、フロンターレ、さあチャンスだ、このままいけるか。三笘切り返してシュート、三笘同点だ、1対1、追いつきましたフロンターレ。33分、三笘これで2試合連続ゴールの7ゴール目。ちょっと時間かかってどうかなと思いましたけど、うまくね、またの間抜いて流し込みましたね、三笘ね。ちょっと嫌な立ち上がりから立て直すことができません。おっと、チャンス入れ替わってボールがフロンターレ、もうすでにボックス内3人入ってきた、入れたボール、これはどうだ。最終的には右足で、まあ家長ですよね、家長ですね、家長の右足、2点目が入りましたフロンターレ。これないというのは最高のボールですよね、はい、引っ張り出してますから、あとはね、無人のゴールに流し込むだけですからね。そんな展開になってきました。いやー、見とうまいですね、スルスルっとこう抜けてきますからね、はい、そして後半から入った旗手好調ですね。3点目、なんでしょう、三笘にしてみるとあっさり、どうしてもね、裏を一発狙いました。さあチャンスになります。今日好調三笘、あ、切り返した、左足か、うまい、しかし右に外れました三笘。ここのランニングはね、はい、フロンターレ今シーズン多いんですよね。悪くなってくるとディフェンスラインの裏っていうのはなくなるんですけど、はい、チャンス小林、そのままキーパーのパクイルギュ、いやしかしいかにも窮屈、その通りですね、いやそして長いホイッスル、結局神奈川ダービー